今日はジャズのアドリブソロの練習方法について話をしていきます。初心者さんでもとっつきやすい練習方法とプラス少し発展した練習の考え方などについて話をしていこうかと思っております。はい、どうもでーす。ジャズベーシストの森田哲夫です。どうもよろしくお願いいたします。今日もよろしくお願いいたします。早速なんですけどもね、今日は一連の流れの、ジャズのアドリブソロについて話をしていこうかなというふうに思っております。で、もちろんね、ジャズのアドリブソロということなので、僕見ての通りね、紹介しました通りベーシストではあるんですけども、アドリブソロの方法ということなので、全ての楽器の人共通ということで話をしていきます。特に、バッキングというわけではなく、ギターとかピアノさんとかが弾くようなコードバッキングの話ではなく、アドリブソロですね。まあ、ギターの人もそうですし、管楽器の人もそうですし、トロンボーンとかの人もそうですし、それからピアノの人だと、こうコードを押さえて、まあ、右手になるんですかね。まあ、どっちでも使うと思うんですけど、まあ、その、アドリブソロを取っていくというふうな方法の話をしていこうかと思っております。そして、まあ、それはどのような方法でやっていこうかというと、まあ、このチャンネルね、まあ、世の中に、いろんな練習方法が、まあ、溢れてると思うんです。で、もちろん、どれも、重要な練習がほとんどだと思うんですけども、もちろんね、一個の練習だけして完成というわけではないので、まあ、いろんな方法を、まあ、やっていくべきなんですけども、まあ、その中でも、特におすすめの、初心者さんだったりとかにもおすすめですし、中級者ぐらいの方でも、すごく、役に立つ側面というかね、重要な能力が身につくような、練習方法、おすすめしている練習方法がありますので、その一個の練習方法について、またね、今日も詳しく話していきます。で、この方法ね、もしかすると後で話しますけども、巷のちょっと言われたりすることもあるので、話聞いたことある人もいるかもわかんないんですけども、意外とね、この世の中の人が理解しているものっていうのが同じ方法なんですけど、ちょっと認識が違うんじゃないかなっていうところがありますので、まあ、そこら辺なんかにも触れつつ、その後具体的にどういったところに注意して練習していったらいいのかっていうことを、まあ、マイナスワントラックの音源を流して実際に弾きながら解説していこうかなと思っております。まあ、そんな感じで今日はジャズのアドリブの話っていうことを詳しくやっていこうかと思うんですけど、これまでにもね、今さっき言ったようにたくさん話しております。そのリストも作ってますので、よかったら上に上げときますので見てみてください。さらにですね、僕ベーシストでもあるので、ベースの話だともっと細かいところから話をしてくれるようなこともたくさん話しております。この後にね、全部の動画、全部の動画のリストも作ってますので上げておきます。それ以外にもなんか重要なね、音楽理論だったりとか、いろいろリスト作ってますので、上にちょいちょいと上げておきます。で、もしね、見ていただいて興味が湧いた方は、チャンネルの深いところ入ってもらうと動画リストとかありますので、そうするとジャンルごとに分かれてますので、興味があるところ見ていただいて練習していただけるといいかなというふうに思っております。まあ、そんな感じでね、今日もし初めて見られてる方とかいらっしゃいましたら、何卒ベースに限らずね、すべての楽器の方の話もたくさんしておりますので、他の楽器の方もね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして今日も少しでもためになったとか面白かったとか思っていただけた方、合わせてグッドボタンもよろしくお願いいたします。ではね、まず僕の一個のね、その方法論だけ使ったものということで、その方法論だけ使ったものでアドリブソロ撮りましたので、ベースで撮ってますけどね、ご自身の楽器と思って想像してみてください。全く同じことが言えますのでね。ではデモ演奏からどうぞ。ベースベースベース。ではね、ここからは楽器を持ってやっていこうかなと思います。今さっきもね言いましたけど、皆さんのね楽器やと思って聞いていてください。僕ベーシストなのでね、エレキベース今回弾きますけども、各々の楽器やと思って、ぜひね手に取って練習、一緒に見ながら練習していてもらえると嬉しいなと思います。でね、まあデモ演奏聞いていただきましたけど、いかがでしたでしょうかね。あれ、一つの方法論しか使ってません。で、このチャンネルね、見られてる方だとね、おお、いつものやつだろうなっていうふうに思われる方も多いと思うんですけど、あれ何を使ってたかというと、
今回ね、B フラットメジャーキーですので、B フラットのドレミアソラシド、イオニアンスケールだけを使って、その音だけを使ってアドリブソロを撮ってます。で、いつも見られてる方も、もしかしたら初めて見られてる方も、お、マジかよと思った人もいるかもわかんないですけど、ちょっと違う音間違えた音がパッとね弾いただけなので、含まれてる可能性もなくはないかもわかんないですけど、意図してね、なんかそんなのを使ったりとかはしてないので、基本的にドレミアソラシドだけでできてると思ってもらっていいです。で、じゃあ、それをまあね、今回のそのトピックとしては、ドレミアソラシドだけを弾いてやっていきましょうということなんですけども、皆さんが弾いたら、うまいこと、ああいう風になんのかったら、なんないわけですよね、多分。なる人もいるかもわかんないですけど、ならない人が結構たくさんいると思います。なので、どういうところにポイントを置いてやっていったらいいのか。それから、この方法ね、巷で中級者ぐらいとかの人とか、セッション行けるぐらいの人だったりすると、そういう風な場とかで聞いたりすることってあると思うんですよ。でも、それでも試してみてもうまいこといかないっていう人いると思うので、どうしてそういう風なうまいこといかない現象があるのか。それから考え方ってどういう風にしたらいいのかっていう話も、ちょっとね、込み入ってまず話をしようかと思います。で、ひとまずね、今回、コード譜作りましたので、ちょっとね、こちらに出しますので、見てください。出してみます。ほい。出てきました。見ていただきたいなと思うんですけど、僕がね、コードだけ抜粋して作ったものです。ちょっとね、スタンダードブックとかとは違うコード進行のところがあるかもわかんないですけど、基本的には同じようなサウンドでできているので、このまま今日はやっていきますけども、そのままね、黒本だったりとか、スタンダードブックでもそのまま使えるというふうに思ってやってもらったらいいかなと思います。あ、ちなみになんですけども、今日イオニアンスケールだけ、まあドレミアソラシドです。ということを使ってきますけども、まあ、もちろんね、僕は楽器が出る音域の中だけでバーっとね、もっと広い音域で弾いてましたけども、しばらく前にね、イオニアンスケールをね、徹底的に、まあ、一日一つのキーだけ、もしくはちょっと早いもう一つのキーも取り上げたりもしましたけど、一つのキーだけ取り上げて、2オクターブの、2オクターブになると難しいので、どの楽器でも。なので、それで徹底的に、リズムのテンポを変えて練習していきましょう、みたいな、企画を少し前に取り上げてます。で、それもね、リスト作ってますので、よかったらそれも見てみてください。イオニアンスケール怪しいよっていう人はね、やっぱりね、根本的に、まあ、こういう練習していくのって、その、細かい今日の話する以前にちょっと難しいとこもあったりするかもわかんないので、並行してね、練習しててもらえるといいと思うので、よかったらね、リストから見てみてください。一緒に練習できるようになってますのでね、よろしくお願いします。でね、早速ね、このコード譜を見ながら少し解説をしていきたいんですけど、イオニアンスケールだけを弾いてもうまくいかないっていう人の、まあ、理由って何かというと、まあ、根本的に考え方があまり良くないというか、改めてもらいたいなっていうとちょっと大げさなんですけども、ちょっとね、今日はね、まあ、辛辣なと言ったらあれなんですけど、ちょっと手厳しい話もしようかと思うんですけど、このね、イオニアンスケールだけで、まあ、こういったね、まあ、一つのトーナリティで集約しているような、曲が弾けるよというふうに言われることって、まあ、よく僕も聞いたりするんですけど、その言葉の上っ面だけが一人歩きをしてしまってる気がするんです。で、どういうことかというと、今さっきね、言ったように、このイオニアンスケールだけで弾けるよっていうのが、まあ、その方法で今回も練習していくんですけど、その言葉自体はかなり危うい意味を含んでると思うんですよ。で、みんなね、その言葉を聞いたら、適当にね、ドレミアソラシドだけパーッと弾いて、あ、なんとなく弾けるんやなと思って、でもいい感じに弾けないなっていう風に思ってる人も多いと思うんですよ。で、これはね、どういうことなのかっていうと、その、イオニアンスケールっていう重要な情報を、まあ、いただいてるわけです。与えてもらってるのに、それで適当にパラパラ弾こうっていうのが間違いなんですよ。実際、イオニアンスケールって1オクターブ内の中だと7音の音ができてると思うんですけど、まあ、見ていただくとわかるようにね、全くね、その、ドレミアソラシドからちょっと外れた音を使ってるようなコードもたくさんあると思うんですよ。で、その時ってどうなのかというと、全く違う、まあ、スケールとかって考える場合もあるんですけども、もちろんこの7個の中に、このね、今回の曲はも、そもそも、B フラットの、B フラットメジャーキーのトーナリティでできてるので、ちょっと違うサウンドのコードの時でも、その B フラットの音に近しい音もたくさん使われてる、含まれてる場合っていうのはよくあるんですよ。つまりどういうことかというと、7個の音があるうちの、まあ、いくつかは外れてるけど、いくつかはやっぱり共通して使えれるような音ではあるんですよ。で、もっと言うと、例えばポンと出てきてる一番最初の B フラットメジャー7って、これ、まあ、明らかに一度のイオニアンですけども、だけど、この時だって、7個のうちに、ちょっとこのサウンドしにくいなとか、あ、これ綺麗だなっていう風に、あるんですよ、おのおの。で、それも、音かというよりも、使われるシチュエーションによってそれも変わってきますし、なので、
これどういうことかというと、まあその各々のコードでこの7個の音が適当に全部均等に同じような感じでキラリと光り輝いてくれるかったら、そういうわけではないんですよ。7個のうちの中にいいなという音と、まあそれはまずいだろうって音が、各々のコードによってレベル数は違うにしても、そういう風に違うまずいなという音が絶対含まれてるんです。なのでこれ逆を言うと、まあその綺麗な音も探していくというのも一つですし、まあそのまずいなという音をいかに避けるかというのも一つの方法だと思うんです。でこの時にじゃあどうすんのかという話なんですけども、まあよくねこれも話してますけども、例えばそのコードのまあ主要な音っていうのを明らかに狙っていく、コードトーンだったりスケールだったりとかっていう練習っていうのも、まあそれはそれで他にもねたくさん話してますけども、そうでは今回そうではなく、まあそういった練習はそういった練習でまた別個でやってもらいたいんですけども、あの今回は耳でそれを判断していくというのが大事になってきます。で今さっき言ったように、この音だったらいい、この音だったらダメというわけでもない場合もよくあります。その前後関係だったりとか、あとリズムの感じだったりとか、それでまあうまいことまずいなという音でもうまいこと使えたりする場合もあったりしますし、逆に本来綺麗な音なはずなのにうまいことサウンドしてないなっていうこともあったりします。なのでもちろんね、今さっき言ったように狙って操作していけれるということは大事になりますけども、でもそれ以前にその音というか、こう理論的にこの音ではなく耳で聞いて、あこの音かっこいいかなとかいう風なものっていうのも探せれるようになってもらいたいんです。実際に著名な方のソロとかをトランスクライブすると、なんでこの音が惹かれてんのかなっていうのはあったりします、時々。でもそれも自分が知り得てる情報の範囲の中で、これミストーンじゃないのって思っても、もうちょっと詳しいこととかいろいろ考えていくと、この時ってこういうサウンドなんだなって、だから正解なんだなっていうのも、まあ、自分の知識量によっても変わってきますし、何よりも、その音がすごくかっこよかったりする場合っていうのがあります。理論的にこれ絶対合ってないのになって思いつつも、めちゃくちゃかっこいい場合っていうのがよくあるんですよ。なのでまずはね、理論的なものではなく耳できちんと弾いてもらう。でその時に闇雲に弾いてくださいよではしんどいので、まずはじゃあそのドリミアソラシドの7個の音をの中からで大丈夫なんでと譲渡してもらってるわけなので、その時に適当に弾いてもらいたくないっていうのが一つあります。で今日はね、この後具体的に耳で弾いていくその細かい練習の方法っていうのも話をしていきますけども、これね、例えば他の人もそうですけど、僕もそうですけど、森田がね、イオニアンスケールでスタンダード弾けるぞって言ってたぞっていう風にね、言いふらさないでほしいんですよ。これね、大事な内容もセットに伝えるから意味があることだと思ってます。大体まあ、この話だけじゃないですけど、世の中のことって、表面的な上っ面のことだけが一人歩きをして、重要な情報が入らずに、むしろあまりいい情報でなくなってしまうことってありますので、なのでね、皆さんはね、聞いた情報をね、大事な話今日していっぱいしてきますので、心に秘めつつ、練習してもらったらいいかなというふうに思ってます。ではね、まあ、具体的にこっからは、マイナスワントラックを流しながら、まあ、音も弾きつつ、解説もしつつ、ちょっとやってみたいなと思います。大事なとこを狙っていくコツみたいな話ですね。では、実際のね、演奏も聞きながら見ていただきたいなと思います。どうぞ。ベース、ベース、ベース。はい、どうもです。ではね、マイナスワンのね、音源が流れてると思いますけども、まあ、マイナスワンの喋ってる時はね、マイナスワンの音源をちょっと下げたりとかね、うまいこと操作しながらやっていきますので、よろしくお願いします。では実際弾いていくんですけど、この今コード進行、iReal Pro というアプリを使って流しています。で、まあ、実際にドレミファソラシド弾いていくんですけども、まあ、ドレミファソラシドなので、まあドリミアソラシドですよね。1オクターブでしか弾いてないです。もうちょっと高いところにしましょうか。まあこのような感じになってます。これ本当に今さっき8分音符でバウンスした8分音符で弾いただけですね。でもちろんね、これリズムのこととかもありますので、まあリズムのこととかはね、また別のところで話してますので、今日はね、音のサウンドということを狙って、考えていこうかと思いますので、リズムの話はね、また別のところでね、リストの中から見てみてください。で、まずなんですけども、こう、今さっきね、僕適当にこうドレミファソラシド弾いちゃいましたけど、適当ではなくね、もっと音を狙ってほしいんです。で、8分音符っていうのが、
今適当に弾いてましたけど、8分音符だと正直ね、ちょっといいリズムで弾いてるとなんとなく合ってる感じに聞こえちゃう節もなくはないんですよ。つまり大事なとこが間違ってる、綺麗なサウンドをまずい音弾いてしまってないかなとか、まあ実際練習している上ではまずい音をまずいと認識できる能力が大事だと思いますので、そこら辺を育てていく練習だと思ってますので、逆に言うと綺麗な音は綺麗と認識できるものを育てていく練習だと思いますので、パラパラ8分音符で弾いてほしくないです。なので時々ね、タータとか8分音符とか入れるのはいいんですけども、まず基本的に音を伸ばしてみる。そしてその音がまずいなというものを、もしくは綺麗に弾けてるなというところを、意識していてもらいたいんです。ちょっとやってみます。今これね、ドレミファソラシド順番すら変えてないんです。でこういう風にその音を聞きながらどういう風になってんのかなっていう綺麗な音ね、例えば今ちょっと例えば外れてると思うんです。適当に弾きましたけど外れたなっていうのが分かると思うんですよ。まあでももしかしたらこれを強く弾いたらかっこよく聞こえる場合もあるんですよ。だけど僕は今外れてるように聞こえました。でそういう風なものを意識してもらいたいんです。そしてもっと言うと、例えばこうドレミファソラシド、まあ、僕は順番入れ替えたりもするんです。入れ替えたりして綺麗に聞こえると思うんですけども、この入れ替えるという作業を早い段階からはしない方がいい場合もあります。慣れてくるといいんですけど、と言いますのはこうドレミファソラシドを順番に弾きましょうというとちゃんと弾けると思うんですけど、まあじゃあ順番入れ替えていいですよと言った途端に好き勝手弾いちゃう、手癖で弾いちゃうところがあるんですよね。この手癖で弾くというのは正直あまり良くないと思います。でよくね、手癖なんだよとかっていう人いますけど、きちんとできている人は手癖という言葉を使われてたとしても手癖ではなく耳癖というか、歌癖というか、そういう風なフレーズがこのコードとサウンドリンクしたものを出してるというだけであって、手癖というのはもう音と関係ない自分が好きなように弾いてる風になってしまってますので、それでは良くないと思うんですよね。で例えば前も少し話しましたけど、ドレミファソラシドの適当に弾いてくださいと言ったら伸ばどっかの音だけ抜いちゃう人がいるんですよ。とか合ってなかったですね今の。そういう風なのはよろしくないので、まずはねドレミファソラシドでやってもらえるといいかなと思います。でもう一つ、ドレミファソラシドでやってもらうとよくリズムが一定になってしまう人がいます。じゃあ意味がないんです。これだとこれも手癖になってしまう。順番に弾いてるだけで音を意識できてないんですよね。でじゃあもっと音を伸ばしてくださいというと、これでも意味がないわけです。同じですよね。音符が伸びてるだけで同じになっちゃうんです。なので、めちゃくちゃ伸ばすとこ、それから、短くなるところっていうのを意識して、みたいな感じでやってもらうとね、綺麗だと思います。特にドレミ以外のことは何も考えてないです。順番に弾いてますけどもめちゃくちゃ綺麗に聞こえたと思います。これからもう一つ、今僕は無意識にやってるんですけど、シンコペーションっていうのをうまいこと考えてもらいたいんです。例えば、短い音符、長いものと短い音符とうまいこと使い分けられてても、アクセントが頭に入ってくるばっかりだと、もちろんねそういう時はあってもいいんですけども、ばっかりだとかっこよく聞こえない場合があります。
もわかんないですけど、やっぱりなんかそれっぽく聞こえてこないと思うんですよね。同じようなものでもバウンスした8ビートで、シンコペーションしてあげる。食ってあげるってことですね。ちょっと今順番入れ替えちゃいましたけども、そんな感じでやってあげてください。ちょっとこの後ね、僕も弾いてみようかなと思います。ドレミファソラシドだけでいきましょうか。入れ替えてもいいわけってこと？あ、入れ替えるじゃない、同じ音を弾いてもいいです。入れ替えました。で、最初から入れ替えるのが難しいっていう人はドレミファソラシドでやるんですけど、その切り返し地点を変える、同じ音を使うっていうのをやってみると言います。例えばソのあたりで、ミで折り返し、シで折り返しましたね。今はレで折り返しました。このように折り返すところを変える、もしくは同じ音を繰り返し、行き来をしてみる。今のやつってのは2度のインターバルを隣になる音を繰り返していたりとか、そのような感じのことをやってもらえると面白くなってくるんじゃないかなと思います。まあ今日はこれにて終わりにしようかと思っております。まあね、こんな感じで、ジャズのアドリブの話、まあ一般的に言われているね、なんかスケールがどうだとかっていう話でだけではなく、もうちょっと踏み込んだね、具体的に練習していくと面白い方法っていうのをたくさん話してます。そしてね、初心者さんにも分かりやすいようなちょっと難しい話も時々しますけどね、感じでやってきております。で、もちろんね、バックグラウンドとして理論の知識っていうのはあるに越したことはないので、こういうのにつなげれるような理論の話もしてます。途中でね、リストとかも上げてたと思いますけど、まあ、深いところのリスト見ていただくと出てきてると思いますので、まあその辺とかもね、合わせて見ていっていただけると嬉しいなと思います。そしてですね、今日もし初めて見られている方、チャンネル登録まだお済みでない方いらっしゃいましたら、何卒チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして今日も少しでも良かったとかためになったとか思っていただけた方、合わせてグッドボタンもよろしくお願いいたします。では今日はこれにて失礼いたします。また皆様にお会いできる日を楽しみにしております。ありがとうございます。失礼します。